ペットは三宅乱竹による日本の漫画ビッグコミックスピリッツにて2003年より連載が開始され2009年に開校による完全版ペットリマスターエディションがビームコミックスより単行本として刊行されたメディアミックスとして2018年と2019年にリマスター版を原作とする日本の舞台公演が行われ 2020年にテレビアニメが放送された。中国マフィア、会社に属する主人公、ヒロキは、イメージという特殊能力を使い、人の記憶を会社にとって都合のいいように変更することを仕事としてきた。だが、この改ざんに失敗し、記憶の辻褄がうまく合わなくなってしまった場合、人は潰れて廃人と化してしまう。 会社のやり口に強い不満を抱えながらも、弘樹は相棒であり、自分の山親であるかさと、ただ一緒にいることだけを望みに日々を過ごしていた。一方、悟るは山親である林ともう2年も離れ離れになっていた。死に守られ無垢なまま育った弘樹は、悟ると深く関わるうち、かさが自分に様々な隠し事をしていることに気がついてしまう。縁の甲は、舞台版の俳優、 声の子は、テレビアニメ版の声優。2018年12月5日から9日まで、草月ホールにて、舞台、ペットから壊れた水槽マイナスが公演され、2019年7月29日から8月4日まで、神田明神ホールにて、舞台、ペットから、虹のある場所が公演された。総合監修をなるせ、優勢、演出、脚本を、伊勢直弘、披制作を、 オフィスインベーダーが担当する。2020年1月から3月まで、東京 MX 他にて、ペットのタイトルで放送された、リマスターエディション版を原作としている。インターネットでは2020年1月6日午前0時より、アマゾンプライムビデオにて、独占配信。初回は、第1話及び、第2話が、一挙配信される。この翌週の4月6日から MBS 制作アニメ。 波を聞いてくれを遅れネットするため、8月23日に24時間テレビ、愛は地球を救うを放送したため、ペットに関するカテゴリー、ありがとうございます。